皆様こんにちは、なりわでございます。本日は先日ですね、結構ちょっと前ですけど、結構地震があったりして、かなり、激しい揺れがあったりしましたよね。そんな関係で、少し防災用品をね見直しておりました。その中で一つね、あれっていうものがございまして、いつも旅行の時とか海外旅行とか、そして何かの時にね持ち歩いている私、笛があるんですけど、その笛がですね、音が鳴らなくなっておりまして、なので、これはダメだな、使い物にならないなと思いましたので、それで買い直しました。今度はちゃんとしたものを買おうと思う。前はね100均のものをね、もうそれもそりゃそうです、もうかなり前、もう10年ぐらい前のものですからね、それはずっと持ち歩いてたり、してたらどっかにこうぶつけたりとかね、いろいろして壊れもしようというものですけれどね。それでですね、ちょっとアマゾンで見てましたら、国用の防災救助笛、防災の達人ツインウェーブというものがございましたので、早速ね購入をいたしましたので、紹介をさせていただきたいと思います。なぜねこちらを購入したかと言いますと、おいおい説明していきたいと思います。はい、はい、まずね色違いで2個入りのをね、購入いたしました。1個はちょっと裏返っておりますけれど、ちょっと待ってください。裏返ってるね。はい、こちらですね。はい、出してみます。出した方が早いですね。はい、まずこのオレンジ色とそして、白色がセットになっている防災笛というものをね、これ国用のツインウェーブというものだそうでございましてね、なぜこれを購入したかと言いますと、笛吹く時にねあまり力がいらないんですよね。本当ちょっと吹いただけですごくね、音が出る代物でございます。こういったものですね、2個入りを購入いたしました。はい、2個入りですね。2個セットになってて、これお安いんですね。こちらですね。はい、2個セットで、私が、購入しましたのは2個セット、ちょっと注文履歴を見ておりまして、これは700いくらだったかな、ごめんなさい、387円ですね。387円でこう2個ついてくるんですね。でこれね、最初どうやって吹くのか分かんなくて、このまま吹いてて音が出ないからあれと思って、これね私ね説明書見ないんですよね。ちゃんと裏にね説明が書いてありますよね。こちらを見ろっていう話なんです。本当唯一、私は唯一というかどうかね、本当に説明書を見ない人なんですね。何でもやってみろ、触ってみろ、慣れてみろっていうタイプなんです。これね、実はここキャップがついておりまして、ここね引っ張るとちょっとごめんなさい、何か分かんないんですけど、ちょっと内出血をしておりましたので、バンドエイドを貼っております。はい、これね、キャップをこう外すと吹き口が出てきますので、ちょっと昼間なので大丈夫かと思いますが、ちょっと吹いてみたいと思います。ちょっと吹いただけでこの感じで音が出るんですね。だからあまり強くは吹きません。皆さん響き渡ったらね、ご近所の方があれってどうされたんだろうと思われては困りますのでね、こんな感じですね。学校の体育の先生とかがよくこれ使ってらっしゃるものではないかなと思いますね。なので1個は防災用の
バッグの中に入れて、持ち出しバッグですね、その中に入れて、もう一個は私ね、常日頃持ち歩こうかなと思っております。出先でね、万が一のことがあるやもしれませんので、これね、例えばひったくりにあった時とか、ね、何かとっさのことがあった時に、歩いていて自転車にぶつかられて自転車はスッといてしまったりする場合がありますよね。で、転んで怪我をされるようなこともあると思います。そういったとっさの時に、ごめんなさい、前髪がねちょっと気になるので失礼いたしますいません、なんかね今日ちょっと巻き、カールしすぎちゃってますね。これね、本当とっさの時にパッとこれで声で呼べない時ってあるでしょ。そういう時はパッとこれをね外して、このまあケースがついておりますけど、パッとケースを外してね、それでこれちょっと硬いな、で吹かれるともうちょっと吹いただけでこれぐらいの音が出ますので、もっとピーッと吹いたらめっちゃ音が出ると思いますね。今は吹きませんけれどね、ご近所迷惑になりますからね、なので、一個は持ち歩いて携帯しておこうかなと、スイカのね入ってるところに横にね、キーホルダーとかそういったものと一緒につけて持ち歩こうかと思っております。お安いですよね、2個セットで387円ですからね、2個ぐらいあってもいいかなと思いましたので、購入してみました。今ねやっぱり本当何があるか分かりませんので、こういったたまに防災用品をね見直すということも大事でございますね。今回はちょっとホイッスルがね1個しかなかったんですけど、結構長い紐がついててこう斜めにかけられたり首にぶら下げたりできるようなタイプだったんですけれど、海外旅行に行くときに私はあれをね何があるか分かりませんからね、言葉も通じませんので、そういった時はもう笛が一番だと思いまして、何かあったらピーッと吹けば、大概の人はびっくりしますからね、なので人に危険を知らせるとか助けてとか本当にそういった怖い思いをした時というのは人ってね意外と声が出ないんですよね。だからそういう時はもう笛が一番役に立ちますよね。で万が一地震でお家の中に閉じ込められて自分が身動きできない時に体力あまり使うと声を出したりして使うとあれなので、できるだけ静かにしてた方がいいですよね。だけど助けは求めたい、そんな時にやっぱりこういったね、笛が手近にあると知らせることができますのでね、ぜひ皆様もよろしかったら参考なさってみてくださいませ。気になる方は動画の説明欄の方にねリンクを貼っておきますので、本当にお安いものなのでね、ぜひこれはお持ちになってた方がよろしいかなと思いますね。ご家族分の分も購入されて皆さん一個ずつお持ちになってると何かの時に役に立つと思います。ということで本日は防災用品をね確認していましたら、ホイッスルがちょっとねダメになっていたので追加で購入させていただきました。はい、皆様方いつもなりわの動画を視聴していただきましてありがとうございます。またお目にかかりましょう。なりわでございました。では。はい、皆様こんにちは、なりわでございます。最近ちょっとね暖かくていいお天気が続いております。しかしね、なんか急激な気温の変化でね、ちょっとねついていけない状況が続いておりますけど、皆様お帰りございませんか。いかがお過ごしでしょうか。
春ですね、チューリップが今たくさん咲いております。Thank you.